ファミツァ編集部さんのしげです。そして部長来ましたよ。また新卵が。しかもね、今回この今映ってるアマゾネスなんですけど、結構強いんじゃないかなっていうような感じで、早速ですね、初日ですね、その性能を見ていこうかなと思っているわけですが、もうレベル7まで上がりましたね。トモトレ玉を溜まってたやつを使って今レベル7ですけども、レベル7の状態でこのステータスですよ。もう攻撃が900を超えて耐久もそこそこあるっていうね。なんでまあこの辺をですね、ちょっとバトルの様子で確認していただきたいなという形です。中距離全体で、そして恒例の部長のデッキ、所持キャラか見てみますか。部長どうすか。所持数29になりましたね。これ30になると補欠枠が確か1枠増えるので、まあ、次ですね、次の新キャラ で、まあ剣士ですね。剣士今24まで育ちましたね。前まで21だったんですけど、さすがに最近ちょっと剣士負けが増えてきたんで、剣士を育てたのと、あとは変わんないですかね。大型、結局このエンジェルを大型が超えちゃうと固定がね、ちょっとずれちゃうんで、エンジェルを育てないと大型が育てられないっていう今感じになってますね。こんな感じですか。まあ今日はアマゾネスですね。このちょっとご覧ください。はい、早速1本目ですね。これ腕比べモードオンのフリー対戦ですね。今砂漠ステージがこうフィールドになってるんで、その辺のね、ステータスというか強化弱化されているキャラがいるので、その辺の効果がちょっと影響ありそうなんで、そのあたり踏まえてちょっと見てもらいたいんですけど、アシュラとかね、ゴーレムとかスケルトンは弱化してるんで、でこのアマゾネスが強化されてますね。今早速第一切りスキルが出ましたけどね、出てますね。対アシュラ、結構1対1でもいい勝負というか、もう倒しましたけどね今ね。第一切りがですね、前に進むんですね、ビームみたいなね、あれに対空の効果もあって、さらに奥にいる敵に攻撃できるっていうスキルですね。かなり強そうなんですよね。ここで今2体目出ましたね。下に下のですね、砦にも攻撃できるんですよね。なので、でしかも結構この砦のダメージというか耐久が一気にごっそり減るので、砦取りやすくなるんですよね多分。相手の方も今アマゾネス出してますけどね。ここでまた下3体目、アマゾネス対アマゾネスなんですけど、リュウサでちょっとずれちゃってますね。攻撃速度が遅いのでキラー B とかその辺はちょっと苦手かもしれないですね。砂漠ステージなんでちょっとね、軸がすぐずれて分かりにくいんですよね。進んでますけどね今下。足は遅いですね。ミノタウロスと全く同じ移動速度、40マスですかね。進んでます。しかもこれ砂漠のステージで全体的に移動速度落ちてるはずなんで、余計ちょっと遅く見えますね。まあこんな形ですね。基本的な攻撃方法というかモーションとかね、そのあたりは大体分かったんじゃないですかね。これもまた2本目、腕比べモードオンのフリー対戦です。リーダーにしてますからね。
早速中の砦に向けて、これですね、砦のダメージが結構高いので今取られちゃってますけど、あっという間に取り返すっていう形ですね。でここですね、カタパルトに第一斬りが見事にヒットして一撃ですね。あれやられると結構厳しいですよね。コストが完全に無駄というか、今もまたリザードマンに縦に入りましたね。2対2対ゴーレムで今戦ってますけど、さすがに大型相手で怠慢とかっていうのは無理ですよね。コスト3なんで。でも強いですね、あのスキルがね。ここでまた3体目アシュラを壁にしてその後ろからっていう感じですけど、まあもともとトレントのこう攻撃範囲が広いんでダメージ食らっちゃってましたけどね。スキルレベル5であれだけこう奥へのダメージが見込めるので、あれね、8とか9とかになるとサイクロプスの目からビームぐらい同じぐらいですかね、届くかもしれないですね。もっと届くのかな。インパクトはやっぱありますね。後ろへのダメージはもちろん多分攻撃力が高いので結構なダメージが入りそうな、そんな感じです。トレントさんはお疲れですね。動きましたけどね。なかなかトレントも難しいですよね、使い方が。1個前の新キャラですけどね、まだそこまで育ててる人がいないのでわかんないですけどね、どうなるか。これ3本目、また同じくフリー対戦ですね。なかなか迎撃寄りのデッキですけど、砦に向けてこう今もまた出してますけど、砦に向けて出すとやっぱ砦取りやすくなるっていうのがあるので、使い方の一つとしては良さそうなんですよね。これは多分今森に攻撃しちゃってんのかなっていう感じですけどね。どこにもダメージが入ってなかったっぽいので、ここで早速こう砦が取れてしまったんで、おせおせですけど、ここですね、今魔導騎兵に一体行ってるんですよね。ただ今この騎馬兵対策のために後ろに行っちゃったんですけど、D1 がですね、魔導騎兵より長いっぽいんですよ。なんで、一方的に倒せるような感じじゃないかなと思うんですよね。一瞬見えなくなっちゃったんで、定かではないですけど、多分そうじゃないと、あれ2体ね、同時に。おそらくそうだと思います。あれだけ大きい剣ですからね。魔導騎兵は後半だと本当倒すの大変ですけど、一方的にいけるんであればね、全然いけますよね。マーマンもね、一方的に遠距離から攻撃してましたしね。落城良さそうですね。これもフリー対戦、またしても腕比べモードオンです。相手の方もリーダーアマゾネスですね。この最初の竜差がたまに止まったりするんですよね。あ、もうこれ止まってますけどね。で行っちゃうんですよね。
砦を無視して結構これが計算してやるのは難しいですよね。相手の方これ何も召喚しなくてどうしたのかななんて思って今攻めてるところですけどね。やる気がないわけではなかったみたいですね。ここでこう2体アマゾネスが出てきて3番目の砦は取られないっていうね形ですけど、スライムにこれ第一切りですね。しかも範囲攻撃なんで、まあ、スライムも結構単体だときついですけど、スライムにも相性は良さそうな感じはしますね。ここ見えますかね、エンジェル今後ろ出してて、その前のアマゾネスこれやられちゃうんですよ。なんとエンジェルちゃんがこれ、まあ、あの腕比べモードオンなんで HP とか防御とかもよくわかんないですけど、おそらくあの攻撃力だと育ったエンジェルでもね1コロだと思いますね。きついですねあれは。エンジェル固定としてはかなり厳しいですね。カタパルトとかも同じで、今下のアマゾネスが出した第一切りが弓にアーチャーに当たってるんですけど、多分ダメージ入ってなくて、あれっておそらく倒された後に出た第一切りなんですよね。サイクロプスの目からビームとかもそうですけど、倒されたと同時に出るとダメージ判定なかったりするんで、それと同じような感じかななんて思いましたけどね今の。ただ上下のこの当たり判定はそこまで広くないので、ひょっとしたらエンジェルもこう食らわない位置とかカタパルトもそうですけどあるのかもしれないですけど、まだちょっとわかんないですね。そこまではやってない。上のラインには狭いんですかね。ただ少なくとも対空は間違いなくあるので、飛行系も注意しないとダメージ食らっちゃいますね。まあ注意しても食らうもん食らっちゃうんですけどね。ね、じゃあこっからそれでリーグ戦ですね。ついもう本日開催中のリーグ戦早速実戦投入ですけど、まあリーダーにはしてないですけどね。選出された試合をちょっとチョイスしてやってますけどね。砂漠だとやっぱ中取りで取られるときついんですよね。移動速度が遅いっていうのもあって取り返すのも結構大変なんですけど、なんで大砲を撃たれる方は結構多いですね砂漠ステージの場合は。早速今やられちゃいましたけどね、ワームに。リザードマンが強化されてるんで結構強いですよね砂漠ステージだと。でこれ本当はサイクロプスゴーレムに当てたつもりがなんかもう下の方にゴーレム流されちゃってごちゃごちゃになっちゃってますけどね。で壁がいなかったんで剣士で砦押さえてたんですけど取られちゃいましたね。召喚弾はまだ結構余ってるのでどうかなってことですけど、ここでアマゾネスをリザードマンに向けて範囲攻撃なんで2体上の方は2体同時に倒してますね。でティップスによるとぶっ飛ばしとかスタンとか混乱とかはアマゾネスには効かないみたいです。そう考えると結構やっぱ強いのかなっていう気がしますけどね。混乱も効かないっていうのは結構ハーピー使ってる人にはきついかもしれないですね。即死とかは普通に効いてたんで、それ以外にまあ耐性があったりするのかどうかっていうのはちょっとそこまで分かんないですけどね。あ、ここでもみもみしてる間にも時間がなくなってしまいました。
砂漠ステージだと割とこういう展開で引き分けになることが多いですね。ドローすかね、ドローすね。ギリギリ守りきった感じです。これもリーグの、ここからリーグなんで全部何本か。リーダーサイクロプスですね。最近リーダーサイクロプス選ぶことが多いですね。やっぱりドラゴンライダーにこう目からビームで倒せることがあるんで、そこで倒せるとかなり有利になるので、それ狙いで結構ドラゴンライダーリーダーにしてる子結構かなり多いんで、この方もそうですけど、対空いないとねやっぱどうしようもないんで。あ、ここ出ましたね。骨に強いっていうね特性があるので、スケルトンにも当ててますけど、見えますかね、一撃ですね、重い一撃。ただスケルトンより攻撃速度が遅いので、距離少し取ってからじゃないと、また一撃で復活したのも倒すっていう形ですけど、ね、下に今またスケルトン出されたのに狙い行ったんですけど、リュウサでずれちゃって、ただこの砦の裏からあれですね、マーメイドに当たってますね。こっちのスケルトンの攻撃を一撃耐えてるスケルトンなので、相手の方のが結構育ってるとは思うんですよね。レベルこっちが19のスケルトンですけど、20以上は確実にあると思いますけど、それでも一撃で倒せるぐらい。あ、今目からビーム、ドラゴンライダーをこうね、一掃ですよ。一掃っていうか、まあ一匹ですけど、あれが強いですね。やられちゃいましたね。スケルトンがやっぱ強いんですよね、育ってると。なんでこの骨に強いっていう特性も実はかなり有効な気がしますね。アマゾネス、でこれまたもみもみしてるうちに時間がねなくなっちゃってますけど、さすがにもうここまで来ると進むのも無理ですしね、ドラゴンライダーも倒すのも無理ですし、引き分けですかね。ドロー、次またリーダーサイクロプス、デビルとか今ラミアも入ってますけど、あのあたりもステータス強化対象キャラですね。とにかくリュウサがきついんですよね。下からのワーマーマンもしょうがないかなと思いますけど、これでアシュラ出されたんで、またリュウサがね早速ラミアンを壁にして後ろから狙ってるんですけど、これ見た感じ、まあ、倒してはいるんですけど、そこまでこう範囲は広くないのかなっていう感じを受けますけど、どうですかね。いきなりもうでも第一取りで取られちゃって厳しいですけどね。今カタパルトが出たので、まとめてドラゴンライダーと、これまたスライム壁にしてアマゾネスですけど、対空は地面にこうキャラがいないとスキル発動しないんで、飛行型を出してるときはアマゾネスの前に出すと
キル撃たれる可能性が出ちゃうっていうね、この辺もまあちょっと考えながら召喚した方がいいですけど、余裕はないですもんね。でもね、あんまりそこまで考えてる。でこうダメージ入れられちゃって、もうこれどうしようもないですよね。目からビームがねすごい長いですけど、あれより長くなりそうな感じしますよね。レベル5で結構長いんで、第一斬りが。これはもうどうしようもないパターンですね。点差負け。これが最後ですかね。同じくリーダーサイクロプスですけど、剣士の新しいこう兜、忍者の装備ですけど、いいですね。またここ出してますね、砦に向かって。ここでスキルが発動すると多分上のドラゴンライダーにも当たるんですよね。ただ今下に敵がいないので一方的にやられてますけど、目からビームも対空あるんですけど、幅が同じく狭いんで今のはダメでしたね。結構もうドラゴンライダーはまともに相手してるとコストが足りなくなるんで、できればスルーしたいですよね、対空いないときは。ここは大砲撃ってますけどね、4発ぐらい撃たされてますもんね。厳しいですね、さすがに。まあでもその間にこう大型2体が進んでくれてて、どうかなっていうかとこですけどね。今上のライン出てますね、アマゾネスが。スライムに対してこの第一斬りが結構有効というか、今3体同時に倒してますけど、これね豪快に今流されながら振りかぶってますけどね。かなり一番上のラインにいたのに今一番下にいますからね。一番下ではないですけど、相当流されますね。ここまた今下のアマゾネスが第一斬りでスライムを倒すっていう形ですね。はい、点差勝利。はい、どうですか部長、これ強いですね。基本性能がもう強いですね。攻撃力が高くて、こうそこそこの耐久力が、そこそこっていうもう結構な耐久力があって、加えてこうスキルの第一斬りの貫通力とか対空性能とかね、かなり強いんじゃないかなっていう感じですけど、さらにスケルトン骨に強しっていうね、実はこれも大きくて、差し込みに対してこう中距離から保険でね、アマゾネス攻撃してくれたりしないかななんてちょっと期待はしてるんですけど、今回でも砂漠のステージでちょっとこうステータスの上下があったりとか、あと進軍がこう定まらないところがあったりしたんで、
なかなか難しかったですけど、通常ステージだったらこうピンポイントで奥狙ったり、こう対空狙ったりっていうのは狙えなくはなさそうな感じですけどね。どうですかね。結構対処も厳しいですよね、これ出されるとね。もう同じアマゾネスぶつけるとか、あとは攻撃速度ちょっと遅いんでスケルトンを差し込むとかね。デビルの即死とかも聞いてたんで、その辺ですかね。そもそもでも距離が、射程距離が結構長いので、なかなか難しそうな気がしますけどね。あと何よりこう、エンジェルね。エンジェルちゃんがあっさりと倒されそうな気がして、怖いっていうね。そんなとこですけど、ただこれ、この後絶対確実にバランス取る新キャラ出てくると思うんで、ね、あんまり過信してアマゾネスばっかり育成するのもどうかなと思いますけどね。確実にこう最終的な全キャラ揃ったところでバランス見てると思いますんで、今は強いかもしれないですけどね、ちょっとね今後またどうなるかっていう形ですかね。はい、ありがとうございました。